はい、こんにちは。中1英語を始めます。今日は疑問詞のまとめ、ね、おさらいについてやります、ね。まあ、おさらいばっかりじゃなくてちょっと新しいこともするんですが、基本的には今までやってきたことのおさらいをします。いいですか、ね。今まで、ね、疑問詞いろいろやってきました、ね。まず最初 What、ね、何でしたね。例えば What is this、これは何ですか。で、It's a book、それは本です、ね。やってきます、ね。最初に本やりましたね。 What は何です、ね。何いいですか、ね。その次 Who、 Who はまあ誰です、誰、ね。ここにあるように Who is this girl、 この少女は誰ですか、ね。それに対して She is Lisa、ね、彼女はリサです、ね。こういうふうになります、ね。基本的に、ね、疑問詞の場合は、ね、何とか誰とか聞いているので、答え方としては Yes, No ではない場合が多いです ね、 ね。 It is、 It で受けたりとか、ね、She is とか受けたりとかね、そういうふうになる場合が多いですね。気をつけてくださいね。で、次、whose、ね、これもやりましたね。これは誰のですね。誰の、誰のものということですね。whose book is this、 これは誰の本ですか、ね。それに対して答え方は It's mine、ね、私のものです、ね。mine とかね、ありましたね。 I, my, me, mine とかね、変化、ね、活用の変化やりましたね。覚えてますか、ね。そろそろね、もう暗記して自分で表を書けるぐらいまでね、覚えるようにしといてくださいね。今のうちにね、ちゃんとやっといたらね、中2中3になっても困りません。逆にね、今のうちにね、うやむやに覚えてしまうと、中2中3になった時にもやっぱりうやむやになってしまって、結局ね、問題ね、解けなくなってしまうということがあるんでね、気をつけてください。いいですか、ね。まずこの3つ、 What、 Who、 Whose、ね、これ何やってきました、ね。まあ、復習なのでね、まあ、そんな難しくはないと思います。いいですか、はい。次いきます、はい。次は When、 やりましたね。 When は It's です、ね。 When is Bob's birthday、 Bob の誕生日はいつですか、ね。これに対して、ね、It's July 7th、ね、7月7日です、ね。誕生日とか日付聞かれたら It で受けるっていうのもやりましたね。忘れてないですか、ね。大丈夫ですか。で、これも July 7じゃなくて July 7th、ね、助数を使うっていうのもやりましたね。これもね、忘れないようにしてください。いいですか。次 Where、ね、これもやりました。どこにです、どこに、ね。Where do you live、あなたはどこに住んでいますか、ね。どこに住んでいますか。それに対して私は神戸に住んでます。 I live in 神戸、ね。 I live in 神戸、ね。前置詞の使い方もね、覚えてくださいね。私は神戸に住んでいます、ね。こういうことでした、ね。次 Which、 Which もやりましたね。どちらです、ね。Which is your book? どちらがあなたの本ですか。で、This one is mine、まあ、is mine はまあ省略してもいいですが、This one、ね。この one っていうのは代名詞でしたね。この book、前の文章に出てきた book をの代わりに使う、ね、代名詞になります、ね。This one、ね、one の使い方やりましたね。だからこの時は This one is mine というのは、この本が私のものですって訳すんですね。この1っていうのをその1がとかね、訳すと、ね、おかしなことになりますからね、しっかり、ね、1の使い方とかもね、和訳の時には気をつけてください。いいですか、ね。ここまででね、6つやってきましたね、ね。まあ、TWH から始まる、ね、言葉、まあ、もうちょっと、ね、あるんですが、まあ、今はこの6つですかね。いいですか、はい。で、次いきます。次は How、ね。How もやりましたね。
How do you go to school? ね、あなたはどうやって学校に行きますか？で、I go to school by bus。ね、私はバスで学校に行きますね。交通手段、バスでとか電車でとかね、そういう交通手段を表すときは by を使うんでしたね。by bus とか by train とかね、by bike とかね、そういうふうに使いますね。by the bus とか by a bus とかね、the とか a とかつけないようにねしてくださいね。ね、あとね、how many とか how much とかね、そういう使い方もありましたね。その辺もね、忘れないようにしてください。いいですか？ね。まあ、ここまでが疑問詞のおさらいですね。なんですが、最後、さっきも出てきましたが、who。who にはもう一つ使い方があって、誰が何々しますかっていうね、使い方をするときがあります。ね。これは初めての使い方だと思うんですが、まあ、どういうふうに使うかって言ったら、who プラス一般動詞の場合、ね、なんですが、その時に注意しなければいけないのが、ね、この構文の who プラス一般動詞の時の構文の時は、三人称単数として扱うっていうことですね。どういうことかっていうと、ね、この who っていうのを三人称単数とみなすんですね。だから、誰が数学を教えますかっていうときは、Who teaches is?、ね、三単元ですです。Teaches must になります。ね、いいですか、ね、Who teaches must?、ね、こういう構文になりますね。Does とかを使わないんですね。非常に特殊な場合ですね。Who teaches must? って聞いて、答え方は、まあ、田中先生ですだったら、Mr. 田中 does、ね、三単元、ね、Mr. 田中は三人称単数なので does で受けます、ね、ふうにはこういう使い方もあります。まあね、ここではまあ参考程度に、ね、覚えておいたらいいんですが、ね、こういう使い方もあるので気をつけてください、ね。まあ、単語を、ね、覚えていると気づくいうこともあると思いますが、ね、あのハブとかみたいにね、一つの単語で、ね、複数の意味を持つ単語っていうのは結構ありますね。複数の意味とか複数の使い方をする単語っていうのはね、英語にはすごくたくさんあるので、ね、一つの単語には一つの意味しかないとか、一つの単語にはこの使い方しかないっていうわけではないので ね、 ね、その辺はね、まあ、おいおいね、まあ、あの分かっていくと思いますが、ね、その少なくともね、もう最初にそのもうこの単語はこの意味しかないんだとかね、そういうふうにこう自分の中で決めつけないようにね、気をつけてください。ですか、はい、ね、では次行きます。じゃあここからはね、今日は問題をたくさんやっていきます。いいですか。で、今日は和訳の問題は特にないです。英作の問題ばっかりです。まずはね、このどちらかどっちを選べばいいかなっていう問題ですね。こういう問題よく出てきますね。しっかりね、取りこぼしのないようにね、問題の日本語の意味をね、よく理解して、どの単語に入れればいいかね、まあ、自分の力で解いてみてください。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず1番、あの少年は誰ですかって聞いてますね。誰って聞いてるので、 what かな who かなっていう時にね、迷わずね、こっちが選べるようにしてくださいね。答えは who ですね。 who is that boy ね、あの少年は誰ですかね、誰って聞かれたら who ね、答えるようにしてください。いいですか。次2番、あなたはどこの出身ですか、ね、どこのって聞いてますね。どこのって聞かれたら、これもね、 when か where か、ね、もう迷わず、ね、すぐ答えられるようにしてくださいね。答えは where になります、ね、どこのって聞かれたら where です。 when はいつでした ね、 ね、そういう、ね、ちゃんと使い分けが、ね、しっかりできるようにしてくださいね。Where are you from? で、あなたはどこの出身ですかという意味になります。いいですか。
次3番、これは誰のテーブルですか、ね、誰のテーブルですかと聞かれてます、ね、Whose か Which か、ね、誰のって聞かれているので、ね、これも、ね、迷わず答えられるようにしてください。 Whose です。 Whose table is this、ね、Which はどちらですね。なので誰のって聞かれてたら Whose、ね、Whose table is this になります。いいですか。次4番、あなたは朝食に何を食べますか、ね、何をって聞かれてます、ね、Do you have for breakfast、ね、ブレックファーストは朝食でしたね。 Have は、まあ、ここでは食べるっていう意味ですね。あと持ってるとか、まあね、ペットを飼っているとかいろんな意味もありますが、ここでは食べるっていう意味ですが、何を食べるかって言っているので What or where か、ね、これも何って聞かれたらもうすぐねパッと答えられるよ。 What、ね、What do you have for breakfast、ね、Where はどこでしたね。 What は何です、ね、なので、ね、何をって聞かれたら What を使うように、ね、してください。いいですか、ね、こういう、ね、選択の問題ね、何度も言ってますが非常によく出てきますね。選択の問題ね、まあ、間違えるとね結構もったいないのでね、しっかり、ね、取りこぼしのないようにしていきましょうね。間違った人はねしっかり復習するようにしてください。いいですか。では次いきます。え、次も4題あります。ただ先ほどと違ってここが選択ではなくて空欄になってますね。何を入れたらいいのかね、問題の、ね、日本文を見てしっかり、ね、自分で、ね、適切な語句を入れられるようにね、自分の力でまずは解いてみましょう。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず最初、あなたは朝食に何を食べますか、ね、Do you have for breakfast、ね、何をって聞かれていますね。何をっていう疑問詞は何だったかなっていうのはね、本当にあ、何って聞かれたらじゃあもうこれだなってすぐ分かるようにねなるまでなってほしいですね。 What ですね。 What do you have for breakfast になります。いいですか。次6番、あの少年は誰、誰ですか、ね、誰って聞かれてます。誰って聞かれたらもう、あ、じゃあもうこの単語しかないなっていうふうにね、この疑問詞しかないなってすぐ分かってほしいですね。答えは Who です、ね、Who is that boy になります。いいですか。で次、あなたはどこの出身ですか、どこのって聞かれてますね。 Are you from は出身ですね。どこの、どこって聞かれたら、ね、この疑問詞は何だったかなって思ったら、たくさんある中でも、あ、これしかないってね、もう一つにすぐ決まります。Where です。Where are you from? ね、これであなたはどこの出身ですかという意味になります。いいですか、ね、次、8番。これは誰のテーブルですか、ね、テーブル is this はこれはとテーブルって意味ですね。なので、誰のが何だ、ね、入ることになるんですが、誰の、ね、誰は風でしたね。それに対して誰のっていうのは どういう疑問詞だったかなっていうのを思い出してもらって、ね、風ではない、じゃあこっちだってね、すぐ分かってほしいですね。答えは Whose です。 Whose table is this、ね、こういう風になります。いいですか、ね、Whose table is this、ね、これは誰のテーブルですかっていうのはこういう風になりますね。選択肢と違ってね、一つの単語を入れるだけですが、それでもね、ちょっと難しさがぐっと上がったかもしれないですが、ね、日本語、問題の日本語をね、しっかり見て、ね、何とか、誰、どこ、誰のとかね、どれをね、しっかり日本語から読み取って、適切な語句が入れられるようにしてください。間違った人はしっかり復習するようにしてください。いいですか？じゃあ次、いきます。はい、次はね、並び替えの問題です、ね、こういうタイプも
ね、本当によく出てきます、ね、並び替え、ね、まず2台あります、ね、でここでは全ての語句を使います、ね、全ての語句を使います、まあ、もちろん全ての語句を1回ずつ使いますね。例えば Do を2回使ったりとかそういうことはしないんでね、ね、しっかり、まあ、自分の力で解いてみてください。では誘導を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね？できましたかね？では一緒にやっていきたいと思います。では最初、あなたはどのようにしてその公園へ行くのですか？ね。こういう組み立ての場合は、まず最初に何が来るかを、ね、考えるのが大事です。どのようにしてと聞かれているので、ね、これに対する疑問詞は、How が最初に来ます、ね。で、あとはもう基本的に、ね、疑問詞が分かれば、あとは普通の疑問文と一緒の順番になります。ね、だから、あなたはって出てきてますね。でどの疑問文なので Do you になりますね。でその公園っていうのは The park になりますね。でどこどこへ行くっていうのは Go to でしたね。そういうふうにちょっとずつ自分の中でヒントを作っていって、それをね組み立てていくっていうことが、まあ、解く方法の近道となります。なので答えとしては How do you go to the park、ね、どのようにして、あなたはどのようにして、で、go to 行くですね。で、その公園ですね。あなたは、どのようにしてあなたはその公園に行くのですか？ね、こういうふうになります。いいですか？次、あなたの母は何歳ですか？何歳って聞かれたら、これもね、定番の、ね、疑問詞がありましたね。これは、how old でした。ね、まずこれが、ね、文の頭に来るっていうのが分かります。how old。で、その後は疑問文の順番ですね。なので答えとしては How old is your mother? になりますね。何歳って聞かれて How old が一番最初に来るんだっていうのが分かれば、あとは疑問文の順番なのでね、そういうふうにね、こう自分でね、こう分解してね、日本語を分解して組み立てていきましょうね。最初は難しいかもしれないですが、ね、だんだん、ね、数をこなしていけば慣れていくのでね、どんどん問題を解いていきましょう。いいですか、ね、間違った人はね、しっかり、ね、見直すようにしてください。いいですか。で次いきます。はい、次も2台あります、ね、これも、ね、日本語を見て適切な、ね、並び替えをしてほしいと思います。でこの問題も基本的に全部、ね、1回ずつ使います、ね、なので、ね、しっかり組み立ててね、正しい英作文を作ってください。では映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきましょう、はい、まずこのペンはいくら、いくらですか、いくら出てきましたね。いくらって言われたら値段です。値段を聞かれるときは How much、ね、これから始めるっていうのが分かります、ね、How much。 でその後は疑問文の順番です。なので答えとしては How much is this pen になります、ね、いくらって何円ですかって聞かれたら How much が最初に来る、ね、これさえ分かっていたらあとは疑問文の順番なんでね、それほど難しくはないと思います、ね、いくらって聞かれたら How much を使う、ね、それをしっかりね、覚えてください。いいですか。次、4番。あなたは犬を何匹飼っていますか？何匹とか何、いくつとかね、聞かれたら、これは、How many を使うんでしたね。How many。これがまず最初に来ます。ね、その後は、疑問文の順番ですね。あなたはって聞かれてね、Do you になりますね。で、犬を飼っているは、Have dogs。ね。ですが、まあ、この場合は How many だと、ね、Dogs っていう、こう、ね、順番としてはこっち複数形が先に来ますけどね、そういうふうになります、ね、How many dogs do you have?、ね、何匹とか聞かれたら How many だと、ね、複数形が来るんでしたね。
というふうになります。いいですかね。何匹って聞かれたら How many が来る。で、動詞の複数、名詞の複数形が来る、ね、で、あとは疑問文の順番になるということね。いいですか。で、間違った人はね、しっかり復習するようにしてください。いいですか。じゃあ次いきます。はい、次も並び替えですが、ここでは不要な語句が1語ある。どういうことかっていうと、ここでは 1,2,3,4,5 個ね、単語がありますが、1,2,3,4,5 個のうち実際使うのは4つですよっていうことです。1個は使う必要がありませんっていうことですね。この場合は 1,2,3,4,5,6 ありますが、実際は5個の単語で作ってくださいっていうことになりますね。こういう問題もよく出てきますね。無理して全部使ったら、ね、文章としておかしくなることが多い、ね、そういう引っ掛け問題ですね。なので問題文もちゃんと読んで、この、ね、日本語の、ね、問題文もしっかり読むということが必要となります、ね、では映像を止めて、ね、自分の力で、ね、じっくり解いてみてください。では始め。はい、やめてください。どうですかね？できましたか？ね、ちょっと難しかったですかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず、これらのは誰の本ですか？ね、誰のって言われているので、ね、ここ、who と whose が出てきてますが、ね、当然これ、どっちも一緒に出てくるわけはないですね。なので、これ、どっちかが不要だっていうことがわかります、ね。で、どちらがいらないのか。ね、誰のって聞いてるんですから、これは whose を使えばいいということが分かります、ね、なので who はいりません、ね、who がいらない。そうするとこの4つで組み立てていくとどうなるかというと、 whose books are these、ね、whose が最初に来てBooks are these、ね、こういう順番になります。いいですか、ね、こういうふうにね、必要ないと思った語はね、あらかじめね、消しておくとね、組み立てやすいです、ね、いいですか。次、6番、今日は何月何日ですか、ね、これもう定番の表現です。これはもう必ず覚えてください。で、何月何日ですかって聞かれてるので、なんかいつって聞かれてるので when を使いたい気もしますが、この今日は何月何日ですかっていうときは、ね、定番の表現があるので使わない単語が便になります、ね、なので答えとしては、ね、What is the date today?、ね、定番の言い方です。 What is the date today?、ね、これで今日は何月何日ですかになります。いいですか、ね、こういうね、もう定番の表現をね、しっかり覚えるようにしてください。ね、間違った人はね、しっかりね、もう一回ね、前の映像とか見直してください。いいですか？じゃあ次、いきます。はい、次も2台並び替えがあります。ね、これもさっきと同じように、不要な語句が1つあります。ね、なので、ね、どれが不要な語句か見極めて、ね、しっかり文章を組み立てるようにしてください。では映像を止めて始めてください。はじめ。はい、やめてください。いいですか、ね、できましたか。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず最初、理科はテレビで何を見ますか、ね、何をって言っているので、ね、What を使えばいいのが分かります、ね。で、それが分かれば、あとはもうね、疑問文の順番ですね。で、一体何が不要なのか。ね、Do と Does があります、ね。これもね、同じ文章で出てくることはね、あまりないですよね。なのでどっちが、ね、不要でどっちが必要かっていうと、理科っていうのは、ね、三人称単数です、彼女になるので、その時は疑問文の時は does を使うんですかね。なので必要ないのは do になります、ね、そうすると、ね、これどうすればいいかって what から始めて、あとは疑問文の順番ですね。 what does 理科 watch on TV ね、What? で、Does ですね。Do じゃなくて Does。
で理科、ウォッチは見るですね。オン TV っていうのはテレビでですね。こうなります。いいですか。次、最後。ボブ、元気ですか、ね、これも定番の表現です。ね、で、今回、ね、ここに U の後にカンマが、これ気づきましたか、これね、これ引っ掛けというか、これヒントなんですね。なので、カンマがついてるということは、この後に実は呼びかけが来るということなんですね。なので、ね、で、元気ですかって聞くのは、これも定番の表現です。ね、How ですね。ただし、How の後、How many やと、ね、いくつっていうことになるので、おかしいですね。なので、How は使いますが、How many ではないです。なので、必要な、不必要なのは、Many なんです。ね。ね。で、あとはこれで組み立てたらいいんですね。もうこれは定番の表現です。How are you? で、Comma、Bob になります。How are you, Bob?ね、これでボブ元気ですかになります。いいですかね。こういうね、定番の表現はね、しっかり覚えておいてください。でね、問題文よーく見て、こういう、あ、ここにカンマが入ってるとか、例えばこれとかもね、最初が大文字なんでね、じゃあもうこれが文の頭に来るんじゃないかとかね、そういうふうにこうで問題を見てね、答えをね、こう予測するっていうかね、推理するっていうかね、そういうこともね、英語では必要になってきますね。しっかりね、間違った人はしっかり復習するようにしてください。いいですか。じゃあ、では今日はね、疑問詞のまとめね、問題をたくさんしましたね。まあ、なかなかね、最初は全部正解しないと思いますがね、だんだん解いていってね、しっかり何回も同じ問題を何回もするっていうのもすごい大切なんでね、そういうふうにしてね、疑問詞をね、今ここでね、しっかりおさらいしてね、今後の英語の勉強に役立てていきましょう。では今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。